シームズ。よし。では、ビクトリア帰ってきたので、早速ですけれども、誕生日会をしたいんですけど、ママじゃなきゃダメかな。あ、ママも休みだね。オッケーオッケー。で、ビクトリアの誕生会をしましょう。パーティーを計画する。で、ベビーシッターさんも、ね、呼びましょうね。で、弟がベビーシッターさん好きだということが分かったので、帰っちゃうんだなぁ、このタイミングで。残念だなぁ。まあ、呼んだら来てくれると信じよう。誕生日ね。誕生日のシームは、ビクトリアで。で、まあ、ママと、パパと、小野湊くんしかいないんだけども。これで、林和樹くん、まあ、みんな呼ぶか。多いとね、失敗する可能性が高いんですけども、シニアの人ばっかりで、ちょっとかわいそうだけどね。で、バーテンダーさんいかない。エンターテイナーさんは雇っておこうかな。で、場所はもちろん、我が家ですね。みんなお化けのね、ここ見て、喜んでくれるかどうか。さあ、ジョークを言う。ちょっと待って。そしたら、食べ物を食べるなんだけど、ココナッツくんに、もう料理人の人はね、ちょっともうやってくれるかわかんないので、料理。で、もう一番最初にまず失敗しちゃう可能性があるから、まず、ケーキは絶対ですね。ケーキ担当してもらって、リッサちゃんは、ジョーク担当。ファッションがすごいな。ジョーク担当で、ジョークを言う。ナチョチーズのジョークを言う。で、彼女にも、ジョークを言うは、面白いかな？ジョークを言う。ジョークを言って、ビクトリアも、ジョークを言っとこうかな？彼に、あ、ジョーク1になりましたね。よし。今度は高得点を出したいですね。ジョークを言う。で、シンを同時に踊らせる。これどうやるのかな？あ、ダンスするってありますね。ダンスするってあるけど、先に封した方がいいかな？どうなってる？ジョーク合戦は。ジョーク合戦してる？待って。みんなにジョーク合わせとこう。面白いバナナジョーク。バナナジョーク。で、ケーキ、これは？あ、できた？できたかな？あ、できた！やった！そしたら、ろうそくを立てる。料理参加しなくてよくて、ろうそくを立てて、ろうそくを立てといてからの、お、散歩行きたがってるけど、後だな。ん？ろうそくを立ててもらって、まずは、お姉さんになってもらいましょう。変なとこ入ってってるけど、大丈夫かな？草の中に入ってってるけど、狭いんだな、家がね。はい。そしたら、ろうそく立てて、願い事。誕生日を祝いましょう。佐藤だ。いけ。いやー、美人さんになるかな。一回もぞ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 動くんだよね。封できる？下？お、ふうふうふう。みんなやってるよ。あ、したね。いいね。おめでとう。さあ、ビクトリアがお姉さんになります。ふふー。どんな姿になるかな？また決められるんだ。ティーンの時代。恋愛に悩む日々。汗にまみれた運動着。ホルモンの激変が待っています。忍耐が必要。ここからスタートです。あー、これ決めるんだね。どうしようかな。何がいいのかな？ボーナス。いつもなんか適当にこれ決めてますけど、これなんか意味あるんですかね？これを決めることで、あ、社交か。でも社交レベル確か10だよね。ボーナス、早分かり。あ、いいじゃん、これ。知恵。ゲームから仕事まで。うまくこなしたいと思っています。完璧主義とは違うのかな？本の虫、早分かり。これなんか勉強系のお仕事に就いたらなんか成功しそうな感じありますね。完璧主義、芸術愛好家。
犬好き。まあ、犬好きは入れときたいかな。お化けワンちゃんいるしね。犬好きかな。犬好きにしましょう。はい。はい。お、お、ちょっと。なんだろう。思ってたのとちょっと違うけど、ココナツくんの、もうテンパーをね、完全に、受け継ぎましたね。で、アリッサちゃんの、下半身の感じを受け継いだのかな？こういうファッションあるんだね。はい。ということで、これどうなるんだ？関係じゃなくて、あ、宿題。そっかそっか、まだ学校行くんだね。なるほどね。はい。ってことで、新ビクトリアが誕生しました。じゃあ、食事に呼んどこうか。で、一つ取ろうね。ケーキ食べといて、で、ココナッツくん、アリサちゃんは、ちょっとこれでさ、みんなでダンスってどうやってやるのかな？同時に踊らせるだからな。ココナッツくんも踊るだったらば、同時に踊るになるかな？ちょっとやってみよう。同時に、あ、ケーキで呼んじゃったからあれかな？なんか持ってるな、急に。同時に踊ってもらいたいんだけども。アリサちゃんは、あ、踊ってるね。どうやってみんなで踊るんだ？あ、あと一人。これアリサちゃん踊れば。あ、ビクトリアか。ビクトリアが踊れば、誰か他にもう一人、どうぞ。あ、同時に踊るが減ってる。しょうがない。これ家族でやるしかないんじゃないか。ダンスをする。ケーキはいいや。ケーキいいから、ダンスダンスダンス。ダンスダンス。知らない人を踊らせる方法がわかんないんだよね。アリサちゃん踊ってるけど、ダンス。っていうかさ、この、小野湊くんよりも先に、お姉さんになっちゃったね。ビクトリアね。まだ踊らせましょう。3人同時に。踊って踊って。コナス踊ってんのかな？この人踊ってくんないかな？アリサちゃん踊ればいいんだけど、間違えた。アリサちゃん踊ってくんないが？歌間違えまくってる。コナス踊ってるんだよ。お母さん。お母さん。お母さん踊って。あと一人踊れば。あと一人踊れば。いけ！踊れ踊れ！早く！なんでそんなとこに。踊ってー！お願い！あ、ハテナになっちゃってるな。なんで？あれ？あー、ダメかー。誘拐すぎて無理だと。ケーキこれ食事呼んどくか。知らない人踊ってくれないのかな？この人とかさ。自己紹介。一緒に踊るっていうのできないのかな？アリスタちゃん踊ってくんないかな、ダンス。ケーキもあと一人ってところで全部なくなっちゃってるんだよね。ということで、ダンスはいいけど、ケーキじゃないこれ。多分ケーキだと思うんだよな。ケーキを切り食べる。これ食べとけば、達成できるんじゃないかな。ケーキを食べてもらって、ココナツくんずっと踊ってくれてるんだけどね。これでもう一個多分、いけるよね。ケーキを食べるが、あれ？食べたのにな。あ、切れっぱしだからダメなのかな？うわ、難しい。難しい。これチカチカしちゃってるから多分もう、間に合わないよね。あ、漏らしたかな？ダンス。ココナツくんずっと踊ってくれてるんだよね。で、ダンスして、ダンス、ダンス。さすがにココナツくんやめちゃったか。お父さんずっと踊ってたんだけどな、みたいな。ケーキもね、あと一切れっていうところで失敗してるし。いや、難しいな、これ一番上取るの。あー、終わっちゃった。悔しい。毎回できないんだよな、毎回。悔しいな。